松坂出身の国学者後藤利宣長を継承する宣長祭りが始まりました。初日の今日は島根県浜田市に伝わる伝統芸の石見神楽が披露されます。松坂市と浜田市は松坂城主の古田重春が初代浜田藩主になったことや12代浜田藩主の松平康貞が後藤利宣長に駅礼を送ったことから交流が始まっています。あそこで見始めるストーン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 。僕はまあ今はまだあれですけど大丈夫です。一つ終わったらあの島根やれんけ、ひねさんない方がいい。山本後ろで落ちて、もう花道が長いよ。こうやるじゃん、こうやるじゃん、こうやるじゃん。まだ電源ね。それはあのここは電源。後ろも後ろも電源。ちょっと早い。後ろも電源。君にはカバーできんじゃない。まだ今ない。これを作るよりも多分前から。例えば、例えばこの位置だったらヨッチンと。ステージがここの方で押さえていて舞台が広いんだけ、おいでここが逃げてからここが出た方がまだいいかもしれない。あの淡いと長が作るから正面から
オールドキッズスポンサーが縄枠あれあれだろう、センターから階段の位置がこっちの横向いてたよ。なんかこれ見てする。いや、階段それこれ、はい、あ、うちすらで。ここに子がいうことは子があるかな。ほんじゃここに来るやつは誰と誰。顔だけ出したら、こう真ん中へ次に向くぐらいまでは走ってもええ。